ちょっと黒なんで白飛びしちゃうんですけれど、前髪を抜いていきます。一旦こんにちは、こんにちは。ちょっとコンタクトつけないと全然見えないよ。よし、オッケー、よっこらしょ。私のエアポッツ、コンタクト入れるとね全然見えますね。そう、目が悪いもので、絶賛稽古ですね。皆さんお越しください。こんばんは。こんばんは言ってますけど、まだ11時だよって。
スムジカジさん、ペンライト、トゥンちゃんさん、ハートありがとうございます。夢見るの動画皆さん見ましたかね。夢見るの動画が昨日上がってます。ちょっとあの、ね、ちょっと宣伝するの忘れてましたけど、そう、宇多田がなんとか間に合わせてくれて、やりました。さんま御殿知ってますかね。そのさんま御殿さん風に仕上げてあるので、さんま御殿を見てたよーみたいなって方は見覚えがあるんじゃないでしょうか。なんかちょっとなんかそんな風にやってます。そう、知らない方もいるから、そういう方もね、もちろんいるから、その方々にも分かりやすいようにしようかって言って、だからさんま御殿分かんなくても多分分かると、楽しめると思います。視聴者の名前はそうですね、私がほぼ考えました。3人で集まった時になんかないってなって3人でね考えました。住所と名前のセンス半端ね。本当ですか？嬉しい。すごい、値が値大活躍でしたからね。もうあの、そう、3人で爆笑しながら作りました。もう私ボリーたちがめっちゃ好きで、もう3人でそこだけ聞いて爆笑するっていうのを繰り返してます。あれは宇多田がねやったっぽいですけど、めちゃめちゃおもろい。バーリーダッチをされた時ってそれめっちゃ好きですね。私もうめちゃくちゃ笑った。それは良かった。一旦固定。
ね、キャンペーンさめっちゃ豪華なんだよ。そう、すごいよね、びっくりしちゃった。ふくふくキャンペーン、ちょんちゃんさんハートありがとうございます。めっちゃすごいよね。ね。20万ポイントでもすっごいのに。超わかってる超わかってる、20万ポイントいけるかな。私はお稽古とかがもうすごいあるんでね、ドライヤーすごいね、ドライヤーいいね。ドライヤーこれだけなってるのも演出なのかなと思った。そうなんだよ。1月下旬21から今日やん。レッスン上でね、ショールームできないんですよね、今。そう。だから困るのさ。とんちゃんさん、ハート。大木麻生さん、副スタンプありがとうございます。20万、30万、50万っていうあれがあるんですね。なんか、なんだっけ。あれ、あれ。あれですよ、あれ。寒っ。高尾くんさん、初見ありがとうございます。そうなんだよね。あ、これみんなも見れるの？景品は。特典。特典。ね。
狙えるとしたら20万ポイントだよね。そう、もう稽古が2月3日からあるのね。なので稽古がどんどん詰め詰めになっていく時期なのでね、あんまりたくさんはできないんですよね。そう、今日は早く終わったらって感じ。そう、その「ブルーミングブーケ」いいな。ディオールの香水なんですけど、めっちゃいい匂いなんですよ。そうなの。15分経った？じゃあちょっと終わんないとやばいので、13位アリエムシファーさん、12位大木雅之さん、11位ベルテン会長さん、見てたのは10位ココさん、9位ハマーさん、8位ユキヒラさん、7位フロストさん、6位アメさん、5位ジャリングさん、4位トゥンちゃんさん、3位ユキタンさん、2位つむじかぜさん、1位アネさんでした。ということで1146人の皆さん、本当にありがとうございました。バイバーイ。また夜できたら